うわー、聞く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お酒やめたら痩せるの分かってるのに、飲んだらつい食べ過ぎてしまう、そういった方におすすめな腹横筋トレーニングを紹介していきます。食べ過ぎた次の日、お酒飲んだ次の日ってお腹出てますよね。お酒を飲むとどうしても普通の時よりも筋肉が緩んでしまいます。そこで力を入れる抜くっていうことを繰り返すよりも、力を入れたままの方がお酒を飲んだ次の日や力が弱い方にはおすすめなんです。食べ過ぎた日、飲んでしまった日、チャラにしたい、そういった方は一緒に頑張ってみましょう。今日も一歩前進しましょう。はい、まず楽に座ったままで手を前に伸ばします。お腹をどんどん引っ込めていきましょう。もし肩だるい人はね、手を下ろしてもいいけど、お腹をしっかりね、猫背作る感じでお腹を引っ込めていきましょう。このまま頑張ってキープ。ぐーっと。できれば手を前に伸ばした方が引っ込められます。とにかくお腹を引っ込めておくだけ。頑張って。うわ、 OK。 今度は今の感じで膝を抱えてお腹を引っ込めます。膝抱えて、膝抱えてお腹を引っ込める。息吸う時もできればお腹膨らまないように、お腹を引っ込めたまま、こういう感じ。頑張って、しっかりね、膝が顔に当たるかなぐらいの、腰丸めて OK。今度は片足だけ。しっかり片足だけ抱えて、お腹をぐーっと引っ込めて、腰をね、しっかり伸ばす感じです。できれば膝が開かないように、まっすぐだんだんと抱えていく感じ。胸つける感じ。 OK。 うわ、きつい。反対も一緒です。しっかり抱えて、これで反り腰や下腹ぽっこりがね、解消されますから、しっかりお腹引っ込んで、骨盤立てるっていう感覚がね、わからない人も膝しっかり抱えたら骨盤立ってるんで、分かりやすいですよね。手がだるい人はね、切って後ろにして、しっかり抱えて、 OK。 OK OK。 今度寝ましょう。足をちょっと前に出してね、キープ。この時にね、お腹にあんまり力入れないように、お腹を引っ込めてね、おこーっとお腹引っ込めて、き楽にね、スマホ見ながらでもいいです。ちょっとだけ前に出して頑張って。 OK。 よし、今のでね、今度は上体起こす。ちょっと後半辛くなるよ。これでキープ。さっきと一緒、あんまお腹のね、表面力入んないように。辛い人は手を前に伸ばしていいです。ちょっともも裏持ってもいいですよ。こんな感じでお腹をどんどん引っ込める。今度は今ので膝をパカッと開いて体を起こす。これでキープ。膝開くとね、さっきよりも腰が床につきやすいんで、ちょっとね、お腹の奥に効きやすくなります。辛い人はね、内ももを持ってちょっと体を起こして、内
ももを引っ張りながら、できる人は手を離して、オッケー。今度はうつ伏せ、肘ついて膝ついて、このままお腹をどんどん持ち上げる感じ。お腹が下になってるんで出やすいんですが、出ないように引っ込めとく。それだけ。中引っ込めて、あと少しです。頑張って。オッケー。よし、今度は肘じゃなくて手少し前。オッケー。あと少しで終わります。頑張って。お腹が下がらないように。効いてる。頑張って。あとちょっと。よし、オッケー。よし、ラスト。最後、お尻を揺らします。最後、こういう感じ。使ったお腹を伸ばしていこう。自分がね、引っ張られる感じがあったら OK。 うおー、お腹がちぎれる。お腹引っ込めて、よっしゃ、 OK。 うわー、お疲れ様でした。飲んだ次の日、これをやってください。お腹が引っ込んでくれます。頑張って最後までできたよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。